ゆうとび本自動車学校じゃございます。よし、それでは早速どうでしょう。はい、ということで本日はこの箸を取っていくんですけども、今回はこの総額70万円するカメラと iPhone で撮った写真、これでねクイズを出していこうと思います。全く同じような構図で全く同じようなね現像した写真、皆さん見分けつくでしょうか。言ってもねもう iPhone も非常に優秀なんで、もうあんまりね見分けつかないと思うんですよ。いやいや、でももう70万円もかけたねこんなのごっつい機材で撮った写真、じゃあもうね一目で見てわかるやろと、いろんな意見あると思いますが、今回ねもうクイズ形式にして果たしてどっちがどんな写りをするのか検証していこうと思います。よし、ということで早速構図説明していきましょう。ということでまずはここから縦構図で撮っていきます。でまずはね iPhone の超広角レンズとこの EOS R5 で45万円するボディに25万円の RF1535mm の第三元レンズをつけたカメラで1枚ずつね撮っていこうと思います。いやどうなんやろうな。クイズ、 iPhone 70万のカメラどっちで撮ったでしょう。 A、B で並べてみます。ドカン。さあ今だね現像もしてないので、ゆうとびもどんな写真でなってるかわかりませんが、皆さんさあ見てください。どっちが iPhone でどっちがこの70万円超高級カメラで撮った写真でしょうか。いやわかるんかな。画角も色味もね頑張って見せたつもりです。さあどっちがどっちでしょうか。皆さん楽しいんかなこれ。ということで答え発表します。クイズ番組の司会は向いてないことが分かりました。答えを発表します。これ A が iPhone で B が70万円超激高カメラでした。いやー盛り上がってるよこれ盛り上がってない気がするな。大丈夫かな。でどうですか皆さん分かりましたか。多分こうねズームしたら一発で分かると思うんですけど、パッと見ねあんま分からないんじゃないかなと思います。知らんけど。パカーン。ちょっともうクイズの司会が下手くそすぎるということが分かりました。ちょっともうね次第2問目をね取りに行こうと思います。ということで次、あなんか恥ずかしくなってきた。はい、では次なんですけど、この船を取っていこうと思います。これすごないですか。これさ、タイヤがまずでかすぎるのと、このチェーンがね、非常にかっこいいなと思ったので、チェーンって鉄じゃないんかな。チェーンは鉄ですか。鉄です。鉄かな。鉄ということにします。これをね、取っていこうと思います。鉄含まれてるよな、これ船。含まれてるような。含まれてることにしましょう。磁石持ってこれ上がった。皆さんね、鉄の写真撮るときは磁石を持ち歩いてみてください。磁石が引っ付けば鉄です。ということで、ここを縦構図でシンプルに撮っていこうと思います。はい。クイズ、ゆうとびドーン。これねまたこれ A と B どうでしょうか。船の写真こんな感じで撮りました。さあどっちがどっちで撮ったか分かりますか。片方は iPhone、 片方はこれ EOS R5。 今回のこの写真はねこう逆光気味に撮ってるんで、こう空の部分とか白いね船の部分と下の方のこう鍵になってる部分の差がね激しいんですよ。なのでその辺をこうヒントにしながらね写真見てみてください。さあ、わかりましたでしょうか皆さん。A、B、どちらでしょうか。ということで、答え合わせタイム。ということで、答え。ということで、答え合わせをします。ということで、答えは、A がこっちの70万円のカメラで、B が iPhone で撮った写真でした。おー、どうでしたろう皆さん分かりましたか。これね今撮った写真見た感じだと iPhone がめっちゃ優秀、多分ね自動でこう AI かなんかが修正してくれてると思うんですけど、逆光の写真やとしてもねこう明るい部分と暗い部分どっちも綺麗に写るように写真が撮れておりますね。さすが iPhone。 そのおかげでこのでっかいタイヤとでっかいチェーンのねかっこいい感じがねしっかりと写っておりますよ。左下のこの怒りとかもちゃんと写ってるもんな。素晴らしい写り。そんな感じでクイズの時間が終わりました。
はい、ということで本日はこの70万円のカメラと iPhone で撮った写真のねクイズをしてみたんですけど、皆さん違いは分かりましたか？ iPhone がねやっぱめっちゃ優秀やなっていうのがね伝わったと思います。ということでね、今回はこの iPhone で撮った写真を鉄は軽い Twitter フォトコンテストに投稿してみようと思います。とりあえず今もこの場でね現像もしてしまいましょう。現像写真を見込んでと、ほんでいつもしてる感じで現像していくぞ。シュッシュッシュッ、ちょっと青がきついので青をねちょっとだけサイド下げましょう。青のサイド下げて、ほんでこうねやっぱ鉄なんで、言っても鉄なんでね、こうちょっと明瞭度とか上げてシャキッとねいい感じのこう鉄の強い力強い感じをね醸し出していきましょう。んで斜めになってるからちょっとだけこう変えてと、中央もちゃんと一度って、うわどうしようどうしよう、赤をちゃんと赤っぽくしましょうか。ほんでちょっとサイドちょっと下げて、どうこんなもんか。シャープネスちょっと上げましょうか。いいが次とりあえず同じ設定をパッとやって、まあでもいい感じやけどな。ちょっとサイド下げすぎ感あるからちょっと上げて、青色をちょっといい感じの色に、こういう感じですか。 OKOK 次そいで、あーいいよ船もいい感じ。ちょっとサイド下げて、明瞭度明瞭度上げて、こう鉄の力強さ出してと、若干こうこんなもんかね。 OK、 ほんでこの3枚をこう書き出してと、よしほんでこれもツイッターに写真載せてハッシュタグ3つね、こう3つちゃんと全部つけてつぶやくと、ゆとびです。動画撮影中にツイッター投稿したよ。これでツイートしたら応募完了。 OK、 行きました。あとそれ皆さん、この鉄は実は軽いっていうね公式ツイッターもちゃんとフォローしてくださいね。フォローこのアカウントフォローして、さっきみたいにツイッターでつぶやいたら応募が完了でございます。もうみんなコメントくれてる、ありがとう。このねこう写真のフォトコンテストってやっぱこうカメラ一眼レフとか持ってないと参加しづらいっていうイメージあるんですけど、全然そんなことないんですよ。スマートフォンもね非常に優秀なんで、これで撮った写真をもうねツイッターでポコーンってね投稿してもらったら、もうそれでねもうどんな人でもどんな写真でも参加できるね非常に参加しやすいフォトコンテストになっております。ほんでさ、これもう今日まだ12月6日でまだフォトコンテスト始まってね1週間も経ってないんですけども、ほんまにこうやっていろんな人がねめちゃめちゃ熱つぶやいてくれてるんですよ。もうこの写真めっちゃすごいやん。どうやって撮ったやろ。こんなをねもうゆうとび日々毎日のようにねぴょこぴょこってね見ていいねを押したりしておりますよ。テトさんめっちゃつぶやくやん。この人もねつぶやいてくれてるし、ほらもう車もかっこいいやろ。鉄橋やっぱ人気やな。鉄橋かっこいいですもんね。もうそんな感じでね非常にもたくさんの人が参加していただいております。ありがとうございます。でまだこのフォトコンテスト参加してない方とかね、こんなフォトコンテストあったんやっていう人向けにねちょっとだけこのホームページもね見ていこうと思います。これがねまためっちゃいい感じなんですよ。ほらほらこれですよ。これこんな感じでちゃんともうホームページもオレンジ色主体でね作っていただきまして、非常に可愛いフォトコンテストのねページになっております。もうステップ 1,2,3 身近で軽い鉄を撮影。軽い鉄っていうのがねちょっと面白いんですよね。鉄って重たいイメージなんですけど、よくよくねこう見てみると意外とね軽い、いろんな意味で軽いんですよ。それについてはねぜひちょっと下の概要欄からホームページ見てみてください。めっちゃもう見てたら勉強になってね面白くて、どんどん違うページ飛んでいってしまうんで、ぜひ見てみてください。ほんでその撮った写真をツイッターでさっきみたいに投稿して、最後に皆さんがもうつぶやいていただいたこの写真をね後々またねゆうとびの動画でフォトコンの結果をね発表させていただければなと思っております。こんな感じのねフォトコンテストですよ。はははは、そのゆうとびのなんか宣材写真もねちょっと変えたい。いつの写真やねんなこれ。まあ、こんな感じでね非常にもうたくさんの方が応募していただいてるねフォトコンテストも開催中ですので、ぜひぜひ皆さんもどんどんツイッターへの投稿をお待ちしております。ほんまもう何でもいいんで、その辺のもうこのこれでもこれでも撮ってあげたらねそれで応募完了なので、ぜひぜひあげてみてください。適当すぎやろ、怒られるわ。ということでもう撮るものないので帰ろうと思います。1月31日までね、まだあと1ヶ月ぐらいフォトコンの応募期間ありますので、ぜひ皆さん参加してみてください。さよなら、バイバーイ。